フブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・アイミリアヌスは、共和制ローマ中期の政務官経験者。パトリキの名家、アイミリウス氏族の生まれだが、コルネリウス氏族・スキピオ家に、養子入りし、二度にわたって、特例で、失勢官に選出され、要素不大スキピオが降伏させたカルタゴを破壊し、ドロヌマノ・ヌマンティア戦争を終結させた。スキピオ・アイミリアヌスと省略され、 第二次ポエニ戦争で活躍したスキピオ・アフリカノスと区別して小スキピオとも称されるため、以下文中では小スキピオと記載する。ジョセフ・ブノワスベ、コルネリアとグラックス兄弟ブザンソン美術館所蔵、ルキウス・アエミリウス・パウルス・マケドニクスの息子として誕生したが、その後大スキピオの長男で病弱だったプブリウスの養子としてスキピオ家に入り、以降は、 プブリウスコルネリウススキピオ・アエミリアヌスを名乗った。プルタルコスによれば、マケドニクスのこのうちでも最も期待された活発な子であったという。実のおばであるアエミリアは要素不大、スキピオの妻で、大スキピオは義理のおじにもなる。実刑のクイントゥス・ファビウス・マクシムス・アエミリアヌスも、クイントゥス・ファビウス・マクシムスの養子になっている。大スキピオの娘コルネリア、 アフリカナは年の離れた大グラックスと結婚して三人の子を設けた。グラックス兄弟とセンプロニアで、そのセンプロニアがショースキピオの妻であり、兄弟とは、生来の血縁に加えて義兄弟という立場でもあった。ティベリウスグラックスはショースキピオの下で働き、多くのものを学んだといい、弟ガイウスグラックスも小スキピオのもで従軍している。 ヤコブスボイス、破壊後カルタゴの前に立つスキピオ・アエミリアヌスと、ポリビオス・アムステルダム博物館所蔵期限前168年には、ジップ・アエミリウスが指揮する、第三次マケドニア戦争に従軍シピュドナの戦いに参加している。追撃部隊に加わった小スキーピオは、行方不明となって全軍が落胆したが、帰り地で血まみれになって戻ってきたという逸話が残っている。ジップによって、 アンティゴノス長は滅ぼされ、赤いアドーメイの指導層1000名がローマに連行されたが、この中に、騎兵隊長であったポリビオスも含まれていた。彼はアエミリウスの地球として彼の家に滞在し、ストアハノパナイティオスと共に、ショースキピオとその兄の家庭教師を務め、特にショースキピオとの友情を育んだ。二人の友情は、本の貸し借りから始まったとポリビオスは記している。 ある時、ポリビオスと二人きりになった小スキッピオは、兄とばかり話すポリビオスに不満を漏らし、自分は、他の若者のように法廷に関わらないから周りから、おとなしいと思われている、それが辛いと打ち明けた。ポリビオスは年長の兄を立てているだけだと悟すと、まだ未成年だった彼の着替えを称賛し、力になることを約束したという。紀元前160年に、ジップ・アエミリウスが亡くなると、 あまりにも貧しくなくなったため、不動産の一部を処分することになったという。紀元前151年に赤屋同盟から連行された人々の帰還がやっと認められたが、その頃にはその多くがなくなっていた。ポリュビオスも解放されたが、ショースキピオと兄がプラエトルに願い出て、ローマ滞在が認められた。紀元前151年、苦戦続きのヌマンティア戦争に志願する者が減っていた。 その頃には将来を有望視されていたショースキピオはマケドニアからも仲裁を頼まれていたが軍での経歴を求めて自ら名乗り出て失勢官、ルキウスリキニウスルクルスの配下のトリブヌスミリトムとなったため市民の人気を集め志願兵も集まったというショースキピオは蛮族と一騎打ちを行いそれに勝利するとインテルカティアでは城壁に一番乗りしたというこのゴロローマ市では マルクス・ポルキュスカとケンソリウスと、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ・コルクルムが、カルタゴの諸愚をめぐって対立していた。小スキピオの活躍を聞いた大家とは彼を称賛し、他の者たちの不甲斐なさを嘆いたという。紀元前150年、ルクルスの使者として、ヒスパニアから北アフリカへと渡り、カルタゴ領をかすめ取っていたヌミディアのマシニッサに援軍を求めたが、カルタゴと、 両方から仲介を求められ、マシニッサは昔オースキッピオから受けた恩を忘れず、ショースキッピオにヌミディア騎兵の大部分を預けたという。この年の春、マシニッサとカルタゴは一戦交えており、夏には、ローマがカルタゴに宣戦布告した。マシニッサを見取るショースキッピオブリッジメンアートライブラリー所蔵期限前149年から、第4軍団のトリブヌスミリトムとして、 マニウス・マニリウスの下で働き、チュニスコの戦いで活躍した。翌紀元前148年には、死の床にあったマシニスサから小スキピオをよこすよう、マニリウスに依頼があった。彼は小スキピオに見取られることを望んでいたが、それが間に合わないとわかると、家族にローマ人とスキピオ家に従うよう言い残して亡くなった。小スキピオは彼の死後2日目に到着し、 遺言に従って、彼の三人の息子にヌミディアを分割し、カルタゴの勇者ファメアスヒミルコを仲間に引き入れて帰って、きたという。失勢官選出帰国した、彼はアエディリスの候補者だったが、人々は彼を失勢官に選出し、元老院はくじ引きをせず、アフリカを担当させたという。これについて、選出されるには、プロフェッションが必要なはずだと主張する学者もいるが、 おそらく義務ではなく、候補者でなくとも、ケントリアが投票した前例があり、おそらく小スキーピオも、立候補しないままに、蓋を開けてみれば過半数の票を集めて選出されたと、考えられる。大スキピオは24歳でインペリウムを与えられており、彼の伝説も意識されていただろう。結局元老院は、古民館に依頼し、プレブス民会でこの年だけ、 政務官の年齢制限を定めたウィリウス法を提出する決議を取らせた。紀元前147年、ガイウス・リウイウス・ドルススと共に、失政官に選出されると、ルキウス・ホスティリウス・マンキヌスが封鎖していたカルタゴへ、遠征した。海上封鎖を強化したが、カルタゴ側も新しい水路を作って、艦隊を出撃させ、カルタゴ航海戦が起こったが勝利し、 またネフェリスの戦いでも、カルタゴの将軍、ハスドルバルに勝利した。エルコレデロベルティ、ハスドルバルの妻と子供たちナショナルギャラリー所蔵をよく、紀元前146年、カルタゴへの攻撃を継続し、全長3 4トルとも言われる防壁を破って陥落させた。戦利品の多くは、カルタゴが仕切り屋から奪ったものであったため、元の持ち主に返還されたという。 ハスドルバルは降伏したが、彼に降伏を進めていた妻は二人の子と共に、炎の中に身を投げている。奪われたものを取り戻しに来るように、シキリアの都市に手紙を送ったことは、彼の優しさを表すエピソードとして伝わっている。また、マシニスサの縁のものが奴隷として売られているのを知った、ショースキピオは、彼にきちんとした身なりを整えさせて故郷へ送り返したという。 この戦いでは同行していたポルビオスもショースキピオに助言している。ハスドルバルがショースキピオに取りすがり除名を嘆願する姿を見てカルタゴの兵士は恥知らずと罵ったという。勝利者となったショースキピオはポリビオスの手を握り、喜ばしいことだ。だがいつか我が祖国も同じ運命をたどるのではないか、そんな気がしてならないのだと語りかけ。 そしてこの映画を極めたカルタゴが燃え尽きる様を見ながら、涙を流し、これまで戦ってきた相手のために悲しむと、これまで同じように滅びてきた国々を思い、ホメーロスの一節を口ずさんだ。日は来たるべし、リオン、聖なる途上滅びの日、槍に衆ずるプリアモス、民衆共に滅びの日。ホメーロス、イーリアス6 2四4 8から449、この勝利によって、 凱旋式を挙行すると、ジップ、マケドニクスに習って、祝祭を行ったという。そこでヒローマ市民の脱走兵を肉食獣に与えて、見せ物にした。紀元前142年、ルキウス・ムンミウスと共に、ケン・ソルに選出された。ムンミウスは、ショース・キピオがカルタゴを滅ぼしたのと同じ年に、コリントスの戦いに勝利した元執政官である。就任時に行った演説。 モラルについての中で、養子制度の問題点について言及し、ノタ・ケンソリアの前例を示し、不祖に習うことを宣言した。彼らは未完成だったアエミリウス教を完成させ、この時初めて天井を金メッキ処理するようになったという。小スキピオは、検ンの官僚の儀式の締めの祈りを、これまでのローマがより良くなりますようにから、今で十分なので、この繁栄が、 永遠に続きますようにに変更したといい、エクイテスの再審査の際には、とある者が偽証していることを知ってはいたが、誰も訴追しなかったためにその権力を振りかざすことは、しなかったという。検出の結果は328,442人を数え、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ・コルクルムをプリンケヘプス・セナトゥスに再指名した。紀元前年、民間、 ティベリウス・クラウディウス・アセルスによって、デストルームの不備で卒追された。ショースキピオによって、エク・イテスから降格させらそうになっており、その復讐であった。彼は、ケンススで虚偽の資産報告を行い、売春婦に入れ上げていたようである。卒追された場合、髭を伸ばしみすぼらしい格好をするものだが、ショースキピオは髭を剃って堂々としていたようで、アセルスに対して、 アガスはケラムを引っ張れと言ったことが語り草となっている。これは無能なアセルスは引っ張りでもしなければ動かないという意味やエックイテスから降格され馬を没収された彼にロバでも引いていろと言ったという意味に取られている。またお前のようなものを助けたムンミウスが儀式を行ったのだから不備があって当然だというようなことも言い放ったようである。またこの頃 ルキウスカエキリウスメテルスカルウスラと共に、プトレマイオスアサ、エジプト、ロドス島、アッタロス町ペルガモン、セレウコスアサ、シリアなどを視察したようで、プトレマイオス八世は盛大な縁でもって艦隊したものの、質素な食事を貫き、財宝などにも目もくれず、代わりに国情をつぶさに観察し、キプロス島などをめぐって帰国した。 どこででも、そのような調子で各国の関係を修復し、条約を更新したため、ローマへの評判が高まったという。フワン・アントニオ・リベラ、ヌマンティアの破壊王立ん・フェルナンド美術アカデミー、所蔵期限前134年、二度目の失政官に選出された。同僚は、ガイウス・フルーユス・フラックスであった。泥沼のヌマンティア戦争を打開できるのは、 小スキピオだけと元老院と人々は彼の再度の執政官就任を求めたものの再選出は法で禁じられていたため一度断っている。そして前回同様特例によって選出された。おそらく前回のように特例を認める民会決議と彼にヒスパニアでの指揮権を与える法案が通過したものと思われる。ヌアンティア戦争は 紀元前137年にクアエストルだったティベリウスグラックスが執政官ガイウスホスティリウスマンキヌスのもとで従軍しローマ軍の敗北を父親代グラックスの知名度によって救ったものの元老院から責任追及されそうになっているヌマンティアイはガイウスグラックスや実ファビウスマクシムスも従っているまたマシニツサの子で当時のヌミディアオーミキプサは息子 ヨグルタを援軍として送り出した。一説には、その死を望んでのことというが、ヨグルタは、小スキピオのやり方をよく学び活躍したため、小スキピオは、ミキプサーテの手紙では賞賛しているものの、本人には、ローマ人の友情を金で買おうとしないよう、警告している。また、若きガイウス・マリウスも、騎兵として従軍しており、小スキピオは活躍した、彼を次の指導者として称賛したという。 たるみ切った軍に対しては、ついてきていた2000人の商売女を追い払い、二打を運ぶ動物を売って兵士に担がせ、軍旗違反には、厳しい態度で望んで軍旗を立て直した。ショースキピオは6万の軍を率いていたが、生気健康なヌマンティア軍とは、たとえ数的優位があっても海戦を避け、ヌマンティア氏を包囲した。よく紀元前133年、食料の尽きたヌマンティア氏はついに降伏し、 破壊された。これで、イベリア半島における、大規模な犯行はなくなったが、平定には未だ長い時を必要とする。ローマ軍は交代した場合敵として扱うと、ショースキピオに宣言され、飢餓に苦しむヌマンティアではついには人肉まで食べたと、伝わる。帰国したショースキピオは二度目の外戦式を挙行した。以降、ヌマンティヌスのソエナを持つ。バルトロメオ・ピネリ ティベリウス・グラックスのシアムステルダム国立美術館、所蔵期限百133年、ティベリウス・グラックスは、5民間に選出され、社会危機のためとも、個人的動機からとも言われる改革をはじめ、5民間への再選出を狙ったが、最終的に殺害された。プルタルコスによれば、ティベリウスの5民間時代に、ショースキピオがいれば、彼を助けられたかもしれないとしているが、ショースキピオは、 ヌマンティア戦争で不在だった。彼の死を遠征先で聞いたショースキッピオは、ホメーロスのオデュッセイアの一説を大声でそらんじたという。かかる行為に交付者同じく各所滅ぶべき。ホメーロス、オデュッセイア1.47また、帰国後にプレブス民会でテベリウスの死について尋ねられると、その方針を嫌っていたことを明らかにしたため、人々から憎まれたという。 紀元前129年、小スキピオは突然死去した。碑文からアウグルであったことが読み取れ、亡くなったのは春のラテウムの祝日の後であったと考えられる。死因については古代の記録では様々に描かれている。アッピアノスによれば、翌日の演説の走行を枕元に置いた傷一つ、内小スキピオがベッドで死んでいるのが見つかったとしており、 グラックス兄弟の母コルニリアと、その姉妹で、小スキピオの妻であるセンプロニアの関与疑惑に言及している。センプロニアには、危険があり、子もおらず、夫婦に愛情はなかったという。他にも反対派に殺された、または自殺した可能性も挙げている。ティベリウスが、スキピオなしかセラピオに殺された後も、彼の農地法は廃止されず、 土地分配のための三人委員会は機能しており、ガイウス・グラックスと共にマルクス・フラックスやガイウス、パピリウス・カルボが選出されていた。アッピアノスは、この土地分配で不満を持ったイタリック人たちが、ショース・キピオを頼り、彼が三人委員会に反対したため、一部の過激派から狙われたとしている。この土地分配は、同盟支戦争の原因とも考えられている。 プルタルコスのロームルス伝とガイウスグラックス伝で若干描写が異なっているがアッピアノスと同じ本に基づいていた可能性が高い。コルネリアとセンプロニアの母子が手にかけたという説はテベリウスの死後も土地分配が続けられており弟ガイウスもいたことから考えて農地方のためとか愛情面からの動機は説得力に欠ける。自説にしても小スキピオの性格上無理があり、 確かに、農地法支持派に配慮していた様子は読み取れるが、追い詰められるほどであったとは考えにくい。元老院議員をエクイテスから排除するという法案にも反対しており、元老院が黒幕とも考えられないが、ガイウス・パピリウス・カルボの提出したご民間再選を可能にする法案にも反対しており、イタリック人の方を持ったことからも一部の民衆からは、 裏切り者と思われていたかもしれない。プルタルコスによれば、遺体には暴行の跡があったというが、もし無傷なのであれば、過労と暴飲暴食によって睡眠中に落とし、窒息死したとも考えられる。メートルデール、エシェブンレイジで老縁の描くショースキピオとライリウス、ダイエート収蔵のハーリー文庫より、大加藤様、私はここにいるライリウスとよく話しております。すべてにおいて、 あなたの知恵は卓越しておられると。しかしながら、最も驚嘆すべきなのは、あなたにとっておいることが、少しも苦に見えないことなのです。キけロ、老年についてニスキピオは、突然消えてしまった。しかし、私の中では生きており、そして生き続ける。私の愛した彼の美徳は不滅であって、いつでも私の前にあり、後の世まで鮮明に思い出されるに違いないのだ。キケロ、 友情について26.102期限前1世紀中頃に活躍した弁護士、哲学者のマルクス・トゥ・リウス・キケロは、小スキピオをいくつかの作品に登場させている。老年についてではまだ若い30半ばの彼を聞き手として登場させ、友情については、彼の死後、親友であったガイウス・ライリウス・サピエンスが、娘婿のスカイウォーラー・アウグルト・ガイウス・ファンニュース相手に、 彼との友情を語る内容となっている。戦時には、ライリウスが、小スキピオを、平時には、年少の小スキピオが年長のライリウスを、敬愛するという、彼らの美しい友情は、後世でもよく知られていたという。ヤンフランス版ブローメン、大スキピオの墓に参る小スキピオ、ナショナルトラスト所蔵店を見よ。不滅の住家、ふるさとでもある、この店を、ひたむきに見よ。 おのれがなすべき大事こそ思わば、世俗の評判、法償などに何の意味が見えようか。ただ美徳のみがおのずから、何時を高きへと導くであろう。聞けろ、国家について、第六巻、スキピオの夢15.25、国家については、紀元前54年から、おそらく紀元前51年にかけて書かれた作品で、プラトンの国家に習って、紀元前129年に、 小スキピオが彼の家で行った対話という形をとっている。その最後の第6巻は冒頭部分が欠損しているもののマクロビウスによって伝わっており、夢の中で小スキピオがウ祖父の大スキピオに会う話でスキピオの夢と称され、宇宙の様子や魂について書かれた拡張高いものとなっている。なお、スキピオの夢と称されるエピソードには大スキピオが ヒスパニア遠征の直前に見たとされる、特の女神と、快楽の女神の間の選択の物語があり、こちらの出典は、シリウス・イタリクス、プニカ第15巻である。ルネサンス期の画からファエロ・サンティが制作した、絵画、騎士の夢は、後者による。18世紀の音楽家、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの音楽劇、シピオーネの夢は、ピエトロ・メタ・スタージオのリブレットに基づいており、こちらは、 キケロの宇宙論にイタリクスの物語を加えた折衷版になっている。紀元前2世紀から紀元前1世紀にかけてローマでコピーされたピタゴラスの胸像。カピトリーの美術館所蔵沼ポンピリウスはピタゴラス派であったという説もあるが、彼はピタゴラスよりずっと前の時代の人間だ。これまで我が国が排出してきた中でも最も偉大な人物、ショースキピオ・ライリウス。 ルキウス・フリウス・ピルスは、ギリシアから招いた学者を常に側に置いていた。キケロ、弁論家について2.37、15419世紀、これらのキケロの著作から、スキピオサークルの存在が推測され、小スキピオを哲学者とみなし、このサークルをヘレニズム家の象徴としてあまり裏付けの検討もなく、受け入れられてきた。ヘルマン・シュトラスブルガーはこれを、 キケロの師であるルキウスリキニュースクラッシスのグループの東映都市、信憑性に欠けると指摘したが、クラッシスのグループからは政治的な関係性が多少を見出せるものの、国家についてに登場する人物たちを政治的サークルとするには根拠が弱すぎるという。近年その実態や存在自体について再検討が行われている。ありがとうございます。